こんばんは12月27日月曜日時刻は夜8時ちょうどになりました私たちの元気な源美女のおての時間ですこの美女のおては沖縄や技能安市に根差したホットの情報を私たちがお届けする番組です今日のパーソナリティは三つユうりん d a の3名でお送りいたしますみっちゃんから、えー、ボイスメモが届いてますメッセージですねはい <laughs>、はい えー、それでは番組が始まる前に告知タイムです。はいはいはいえっ、ー、とリエです。あの国国屋のあのちょっと年末年始のお知らせをさせていただきます。はい、待ってました。<laughs> <laughs> はいえっ、ー、とこ年内はですね30日まで営業しております。うん、はいえっ、ー、と年明けは7日から営業になります。はい、はい、であとですねあの、うん、皆さんあれ使い終わりました、うん、あのギノワンダフルクーポン あれが年末までなので、ねそうそれをお忘れなく使ってください。もう10月にはなっちゃいました。あ、早い。ね、この間リエのところで、あの、Go to eat? はい。それがね、12月からね、あの2月まで伸びたので、延長になりましたね。あれね、特しましたね。はい。で、感じですね。また Go to eat の方も楽しもう。はい。あとですね、ちょっとあのいいですか。えっと年明け、ちょっと何日からになるかはまだ。 一定なんですけれども、あのウーバーイーツを、はい、導入する予定になってます。まあ、はい。あのう、自宅で、自宅で宅配が可能となります。ちょっとね、やっぱり、あのう、運賃っていうか、あの配達料が上乗せになっちゃうんで。いくらになるんですね。三十五パーセントって言ってましたね。プラス。 はい、ちょっと計算しづらいので1000 <laughs> 円としたら350円 <laughs> それぐらいちょっと上乗せになっちゃうんですけどもしあの必要な方はどうぞ <laughs>、はい、ありがとうございます公式フェイスブックページ「美女のおきて」も解説してますのでこちらの方も見てくださいねコメントもフェイスブックページやツイキャスにコメントいただければ番組内で紹介いたします。そししててスポンサーも募集してますよ えー、それでは免疫力の上がる番組をお楽しみくださいオープニングはアムロナミエャチャンスでした <laughs> <laughs> それでは CM どうぞ <laughs> 失礼します手抜きと暮らしを研究する一級建築士ユーリンのまどろみどころ暮らしラボ自分の暮らしを楽しく輝かせたい人のためのラボです井上志賀猫暮らしラボ ンバルンハーブ若鶏を使った美味しいガーリックチキン直火でじっくり焼くことで中はしっとりジューシーにご飯のおかずビールのおつまみにリノワン市神山330号線沿いリノワン小学校近く鳥の丸焼きコハウス沖縄発コミュニケーションツール気質学あなた自身がまだ気づいていない本当の自分に気づくことを手助けします。アドバイザー養成講座 個人カウンンセリングも随時募集中。ビュアライフ人生100年の時代ずっと綺麗でいたい」女性だったら誰もが思うこと3つのメイクレッスンでは正しいスキンケアからメイクまで丁寧なアドバイスであなたの魅力をアップしますお問い合わせは「09019460112」ナチュラルビューティー3つ。 8時何分？ただいまお聞きの番組は FM 銀ノアンから生放送でお送りする美女の起きてです。時刻は8時何分かですね。<laughs> <laughs> さて今日の起きては、えっと今年を振り返って来年に期待することです。はい。ど <laughs> うですか <laughs> 皆さん。はい。 そうですね,ね、うん、今年もいろいろありまして、うんえー、もうあっという間に、なんか年末になっちゃったなという感じがしますね。本当,ですね本当は、こっちに来たかったみっちゃんからですね、ボイスメモ届いておりますので、はい、一緒に聞いてみましょうか。はい、はい、リスナーの皆さん、こんばんは。 みっちゃんこと島袋美津子ですいつも番組をお聞きくださりありあがとうございます、えー、今年を振り返ってということなんですが、えー、1年間、本当に健康って大事だなということを、えー、直面することが次々と体験した年となりました、えー。日頃からの健康管理、そうですね、本当に大事だなと改めて思っています。 えー、年頭において、えー、計画していたことが、まあ、コロナの影響もありますが、えー、なかなか、えー、達成できずにで,す、ねえー、できなかったこともあります、まあ、50点ぐらいでしょうか。はい、ということで来年引き続き頑張っていきたいと思っています。であとはですね やっぱりもっともっとちょっと遊びたいなという気持ちがこの頃ふつふつと湧いてきております気づくと、まあ、看護介護いろいろありましてこの3年ぐらいですね出張も減らして県内にとどまっていたなということもあり来年こそはちょっと皆様のもとへ 訪ねていこうかなと思っています、えー、ここでですね、えーまあ、来年のことといいますか、来年どうしたいかなということも含めてなんですが、えー、2022年、えー、水の絵の虎年、2022年、令和4年は、えー、水の絵の虎の年ということで、ですね、えー、水の絵とは五行の中の水のエネルギーの年ですね。 そして陰陽でいうと、まあ、陽のエネルギーということで、えー、水にもいろいろありますが海という意味が含まれていますそして十二支の中の3番目の動物ということで来年は寅年ということで、えー、季節でいうと、まあ、春ということなんですよね、はい、ということで、えー、新しいことにチャレンジすることが大切だなと。 いうふうに再び思える年回りとなり、とらだしゆえに、トライの年なんてね、はいえー、考えております。ということでね、えー、まだまだ、まあ、コロナのこともありますしまだまだ不安定な1年ではないかなと思われますが、えー、だからこそ前向きなエネルギーを選んでいくことが大切な年になっていくんではないかと思われます。えー、来年は 新しいことに、えー、果敢にチャレンジする、まあ、勇気を持って実行していきたいなと思っていますので、えー、冒険心を持って遊びながら、えー、成功に向かって、えー、チャレンジする年としていきたいと思っています、えー、引き続き、まあ、開,運開運カウンセラーといいますか、えー、皆さんが、えー、元気になるお手伝いをしてきた25年30年を歩んでおりますので え引き続き私も自分も健康になりながら周りの人が心身ともに健康になるお手伝いができたら嬉しく思います来年も皆様よろしくお願いいたしますみっちゃん島袋美津子でした良いお年をお迎えください。はい,い、はい、みっちゃんから はい、でも、なんか、シミールと言いますか。<laughs> うん、実は私、来年、年日、虎年生まれなんですよね。ねそうなんですね。はい、ですから、赤いちゃんちゃんこ、誰かが送ってくれるのを。ちゃんちゃんこ、本当に来ます <laughs>、うん。誰か持ってきたら、自分で買いに行かないけど。<laughs> <laughs> あ、そういえば、三つ、うん、のちゃんちゃんこ、まだだね。<laughs> あ,あのまあ私もね本当に今年は自分のね丑、うん、年ってことで60歳、うん、本当に実感はないんですけどね <laughs> だけどうちの父がねやっぱり60で亡くなったっていうのがすごくあって、うん、なんか何かやらないとっていうかねなんかね一生終わっちゃうんじゃないかっていうのが恐怖もあり、うん、なんか。 だけどなんかコロナに、ね、振り回されやりたいこともできずっていう1年でしたけどでもなんとなくあの、まあ、できることはと思ってやってきました。まあ、この、ね、ラジオも,もう 結構やってますね。一、ね、年と八ヶ月、うん、どのぐらいかな。四月から始めたんですよね。ねうんうん、なんか私ね喋るの本当に苦手で、<laughs> あの本当にリハビリのつもりでやってるって感じなんですけどね。<laughs> いつも本当に放送事故すいませんって感じ、ね、どこがリハビリだと思うんです、ね。<laughs> だいぶ慣れてますよね。本当にそんな感じで、うんうん、でもね本当にねユーリンともう本当に余命で。 始めたじゃないですか、うんうん、本当に2人になるとねなんかね、うん、沈黙の <laughs> それもね <laughs> テーマも決めてなくてドキドキって。<laughs> <laughs> って感じで,でも来年から本当にあのちゃんと決めてやりたいなっていうのは希望ですし去年もそういう話してますたら、ね、や,やりましょうちゃんと <laughs> ねやっぱり聞いてくれてるねすいませんもう私なかなか参加できてなくて <laughs> あのツイキャスでやってもね仕事に合わせて、うんね、大丈夫です。うんはい 私的にはですねあの結構何だろう全部こう仕事でも何でも背負い込む癖があってそれをちょっとあの今年からあのちょっと母の介護がちょっとだ,だんだん必要になってきたこともあってあの仕事をまずこうちょっと手放すというかあのスタッフにお任せしてちょっと時間を作るとかっていうことをやってきてるんですけれどもまだあの自分の時間っていうのが ほとんど取れてないような状況なので来年はもう自分の時間を持つっていうことを目標にしたいと思います。うんうん、ちょっとね自分の,この気持ちを休める、うんうん、やっぱ必要だなってだから旅行にもね皆さんともね<う>行きたいしそういうちょっと自分の時間を作るというのを目標に、うん、はい頑張ります。はい <laughs> 本当私もですね、うん、この中でですね、うんえー、コロナ禍っていうふうな中だったんですけど何ていん、うんうんえー だか知らないんですけど、こう三つと話してたら盛り上がってしまって、名古屋で、えー、モーニング食べて朝活ってやりたいねっていう話から盛り上がってい,いつの間にか福岡に今年二回行ってしまってですね。えー、<laughs> しまったんですか？えー、あのこれ、ねね、あの,あのうちの家族的には研修と言っておりますので、<laughs> うん、あの話合わせておいてください。多分聞いてないと思うので。間もなく研修です。<laughs> <laughs> はい、だか確かにこの研修だったんですすよねね、うん、ごいねやっぱりね、本当に複数で行ったんですけれど、やっぱりみんなの知恵が集まってね、うんうん、本当に1泊2日の旅じゃないですよね、あれね。ね 濃かったです。もうだからぜひね李栄にこれ体験させたいなって思うんですよ。それも一万三千八百五十円。飛行機も全部ですよこみでですよ。海外行けるようになったら私上海語で食べに行こうかっていうのやりたいんですよ。そうやりましょう。ちょっとお昼ご飯食べに行かないっていいですよね。やりたいな。私韓国一。 あっ、うん、あでもこちらのこの台湾メンバーの仲間、うん、日帰りで、うんえー 台湾行ってきたっていう人もいましたね。意外にすごいですね。今さすがにね、あの今沖縄からの直行便がないので、私とりあえず調べてみたんですよ。福岡からの出発になるので調べたら7万8千になってました。飛行基地んだけでね。一応行けるんです。だけどまあ隔離。あ週間。ああ、じゃあもう台湾についてじゃあねって感じで帰って来れば一応飛帰り旅行できるという。 できたみたいな <laughs> <laughs> ねえいつになっただけるんでしょうね、うん、本当ですねん本当そうですね、うん、えでもミッチャンなんですけどねえー、もう来年は運気セミナーからスタートしたいということで <laughs> まだ退院もしてないのにうもう仕事したい病が始まって始まってるということで私はあの遊びたい病が <laughs> あるので <laughs> 私も遊びたい病です <laughs> ね本当ですね。うん みんなで遊びましょう。本当にえ、ね、そう、本当せっかくねメンバーに入ったんだから、そうなんですよ。遊びに行かなきゃ。姉にちょっとあのお泊りお願いして、そうそうそうそのためにお姉ちゃんが二人いるんだもんね。そうそうなんですよね。はい。でま今年はそういう感じだったので、えライン ですね来年来年もっと弾けたいなというのが何も反省じゃないですね私楽しいことばかりそう来年は何色の髪の毛にするんですかもう今年やりきっちゃったんですよねあのピンクやらグリーンあの青も赤もやったので今やってない髪の色って何だろう紫紫色紫色きますかラベンダー色で はいじゃあラベンダー色の紙であけましておめでとうございますをます、えー、またあのネイルもですね、うん、あのもう最近、うん、ちょっと、えーま、爪がいろいろ傷んできたので今落としているんですけれど、うん、もうちょっと、えー、丈夫になったらですね、えー、少しまたお正月ネイルなんてやろうかなって思ってます。 もうそういうことでね、あの遊んでいるというか、だからもピアスもほら、あの二つあの二つピアスホールあるからこういったピアス繋がってるんですね。つけたかったのでようやくつけられました。私もお家でネイルちょっと遊んだりして、足はきれいにやってます。あのちょっとキラキラのあのなんかこう雪の結晶みたいなゴールドのやつを入れて楽しんでます。いいな。 そうこのネイルなんですけどなぜかこの、えー、ランプがですね、えー、なんか半分切れてるみたいで調子いい時しか光らないので <laughs> <laughs> それもあってちょっとできなくなってるので、うん、まずはランプを買い替えから始まるのかな、うん、とうちのカメちゃんの紫外線ランプで固まるかたぶ <laughs> <laughs> <多分> <laughs>、うん。 ああもう本当にね私本当に、えー、どこで仕事してるんだみたいな感じで一応は仕事してるんですよ <laughs> 誰も信じてくれないんですけれど <laughs>、うん、家が多いですか家で、うん、そうあのテレワークって言いますか家でやる仕事とあとまあ公園だとか現場行ったりとかそういったこともあるんですけれどなかなか私が捕まらないという話もありまして家にいない 時も多いし <laughs> 忙しく飛び回ってるんですね。はい、研修してる時も多いので、今日実はね、うん、ゆりんと約束してたのにね、ね忘れてた。てた <laughs> そうなんですあ。今日じゃない、先週ですね。<あ> <laughs> はい。あのやっぱりメモらないとダメですね。<laughs> うん。うん で、メモっていると、なんとか、えー、なんですけれど、えー、でもメモってっても忘れる時あるんですよ。メモ見なかったり、メモを忘れたり。今、うん、メモ書いてるけど、これ何の予定だったっけ。あります、あります。怖いですね。えー、まあ、年を取った後は言いたくないんですけれど。そうそうこの間私ランチって書いてるんだけど、誰とランチって思って。<laughs> <laughs> やばいですよね、うんうん、<laughs> 私もでもこういうの結構あるんで <laughs> <laughs> そう場所も書いてて時間も書いてるのに、うん、一体何の集まりだったんだろうとかですね<笑><笑> <laughs> ひどいなと思いながらちょっとメモの書き方も工夫しなきゃいけないなというふうに思ってますね。うん、あの今日なんかですね「えーまああでえー、ここ来るって言ったでしょ」って あ、そそううういいえばそういう話してた話して。たねってしかもその時にですねなぜか私仕事がですね3つ重なってて「いや」と思ってですねなんとか、えー、提出してですね、えー、であの一つはですねおうちで書い「やった書いた終わった!」と思ったらですね送るのを忘れてて。<laughs> でこっちからなんとか携帯でできるものだなというふうに思ってですね、えー、もしかして携帯で。 うんお仕事っていけるもんかなというふうに思いますすごいね携帯意外と使えますよねって携帯ないと逆に仕事ができないパソコンあっても携帯ないとなんかログインできないのとかあるんですよありますねなのでそうそう携帯はもうずっと手元にないと充電中が困りますよねなんかあの携帯にパスワード送るあちょっと待ってって感じで ねえ、うんうん、最近お客さんがあのあれガラケーが変わるじゃないですか、もうなくなるっていう話でね、ううん、もうどうしようって <laughs> すごい相談されて、ガラケーはあるんですよね。あります。放置はあります。になってもガラケー。あ、あるんですか。うん、あなんかないよ、うんです。な まあそうですねあのガラケーがなくなるって話だったんですけど、うん、なんとかガラケー残すっていうててあそうなんですかってて、うん、でもどうせならねスマホを覚えて、うん、LINE で。 言ってるんだけども怖いとなんかいろいろのねやっぱり友達からのこのねこれを使って結局知らない人に電話がかかって夜中とかあらんかロックしないと最初の頃ってありましたよねかけたものがね結局んかかバンとかでパッと入たりっていうの感じでだからそんなのがあったら怖いからってもうすごい怒られたとか言って。私も ラケの頃にあの娘がまだ、えー、01歳くらいの時にですね、うん、友達に勝手に、えー、メールを送ってしまって <laughs> <laughs> 返事が来てから <laughs> あっと思ってあれあるですねそんなあのおかしいメールじゃなかったからよかったけれど、うんうん、<laughs> 本当に。<laughs> はい 私の母85歳になるんですけど、うん、スマホデビュー去年してるのでうん、うん、やっぱり脳トレ、ね、になるかなと思って、うんでね、いろいろなんかね勉強会とか講習会、はいうん、あるので。うんうん やっぱりいろいろ一つずつ、ね、機能を覚えてちょっと楽しんでるようですので、うん、はい、はい、いいですね三、うん、つのお母さんパワフルで <laughs> もう百年の時代なのでね、はいろいろ楽しんでいきましょうはい。ただいまお聞きの番組は <laughs> FM 技能ワンから生放送でお送りする 今日は生放送じゃなかったんですけど一応生放送でお送りする以上の起きてです <laughs> 残り惜しいのですがそろそろお別れの時間となります起きてテーマ広く募集しております、えー、いろいろなことですね私たちに聞いてみたいことなど教えていただければそれに沿った、えー、テーマでですね番組をお届けしたいと思います美女の起きてのお問い合わせは FM 木ノ葉電話そしてファックス番号が零九八九四三零零九四メールアドレスが七九七アットマーク FM 木ノ葉ドットコムこちらの方にお寄せくださいそれではまた来週も聞きに来てくださいね、えー、今晩のおお相手は三つ里絵優琳でした。 また来週もよろしくお願いいたします。来年も、ね、来年も。はい。<laughs> 良いお年を。<laughs> バイバイ。